命にも勝りて惜しくあるものは、見果てぬ夢のさむるなりけり。こんにちは、歌丸ですにゃ。とある夏の日、突然初音島に現れた謎の少女アイシアちゃん。なんと彼女は北欧から純一のおばあちゃんを訪ねてやってきた魔法使いだったにゃ。しかし頼りのおばあちゃんはすでになく、純一は行き場をなくしてしまったアイシアちゃんの面倒を自分で見ると決めたのだったにゃ。これはそんなある日のお話なのにゃ。ドラマ CD ダカーポセカンドシーズン。大勝負？マコの一発逆転お泊まり作戦。さあ張り切って行ってみよう。もう朝か。ってこんな時間、やばい、遅刻だ遅刻。おい起きろアイシア、急がないと遅刻するぞ。おーい、もう先に降りてるからな、急いで来いよ。とにかくまずは飯だ飯。って今日はアイシアの当番の日じゃないか。あーもうそんなこと言ってる場合じゃないし。アイシャ、あーダメじゃ、あー割れたし。おいアイシア、まだか。アイシア、大丈夫ですよ。いざとなったら私の魔法でビューンと風見学園までひとっ飛びですから。そんなこと言ってお前の魔法が成功した試しはない。いやそれ以前に魔法は禁止だ禁止。どうしてですか。どうしてってそれはって、アイシア。はい。お前何度注意したらわかるんだ。起きたらまず着替える。下着のまんまでうろうろするんじゃない。おはようございます、たまき。おはようマコ。よかった、まさに間一髪ギリギリセーフだ。はあ、一限前からすでに体育の授業を受けてきた気分だ。あれれ、どうしたの朝倉。朝から上機嫌のアイシアとは対照的に何やら生も根も突き果ててるご様子ですが。ああマコ、タマキ、それなんだけど。みんなまで言うな。一つ屋根の下に住む婦女子がご機嫌で男子が疲労となれば、これはもう何があったかは一目瞭然。夕べはかなりお盛んだったようだな朝倉。なお盛ん。そんな朝倉様、まさかそうなの。朝倉そうなのね。だからあれほどアイシャはうちで預かるって言ったのに。あんないたいけない国の少女を毒牙にかけるとは。それも夜通し休みなく。それけど、バカ、俺がそんなことするわけないだろ。アイシャは妹みたいなもんで、みんなが気がするようなあれこれの対象じゃないっつの。あ、妹。まあ確かにアイシャって見た目お人形さんみたいだし、体も華奢でちっちゃいし。私たちも正式に転校してくるまではまさか同学年だとは思いませんでしたものね。うん、何気にバストは A プラスと見た。 A マイナーの水越から見てその件については。余計なお世話じゃー。おおかな、うん、どうしようかな。歌うか。風を咲きつつも空を切るパンチ。クー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 カラッカラ。じゃあさ、何をそんなに疲れてるんだよ。やはりアイシアさんとの生活に何か不都合が終わりなんじゃないですか。何、単なる生活習慣の違いだ。アイシアのやつよほどおおらかに育てられたのか、
細かいことにこだわらないというか無頓着というか、そういう意味じゃアイシアにこそもうちょっと俺を異性として意識してほしいぐらいだ。今朝だって、うんうん、今朝だってやめた。迂闊なことを言うとまた俺が吊るし上げを食らう。うん、なんだよそれ。もったいぶらないでください、朝倉様。別にもったいぶってるわけじゃない。玉木も工藤もアイシアが転校してきた日のことを忘れたのか。うん、ああ、確かにあれは壮絶でしたね。ここから回想シーンに突入だにゃー。みんな静かに。それじゃあ君。はい、皆さんこんにちは。私はアイシアって言います。初音島のことはまだわからないことだらけなのですが、これから一生懸命覚えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ピコリ。おお、かわいい。お辞儀をする姿もキュートだぞ。彼女、北欧出身なんだって。へえ、そうなんだ。さて、それじゃあ、アイシアさんの席は…はい、俺の横空いてます。なんだと抜け駆けするな。アイシアちゃん、ぜひ僕の前に、いや、なんなら膝の上でも。何を、こしゃくな。私、ご主人様の隣がいいです。アイシア。ね、ご主人様。ご主人様？確かご主人様って朝倉のやつ。ちょっと朝倉、みんなあんたのこと見てる。そっか、激しい憎悪の目で睨んでるわよ。んなこと言われても。あのアイシア、とりあえずこの場は先生の言うことを聞いてだな。いいじゃないですか、住んでる家も一緒なんですから。席が隣同士ぐらい。住んでる家？おい、まさか。お帰りなさいませ、ご主人様。今日は制服の可愛い某有名レストラン風に決めてみました。でもこれってちょっとスカートが短すぎますね。足元がスースーしちゃいます。やだ、あんまりジロジロ見ないでください。ささ、それよりこちらにお食事の準備ができていますわ。どうぞお座りになって、私が食べさせて差し上げますね。ふぅ、はい、あーん。はい、あーん。で、こんなことが毎晩繰り広げられてるということか。うらやましい。勝手に妄想すなって。だから学園生活のこともご主人様のおそばでいつものように手取り足取り教えてほしいんです。手取り足取り？ご主人様、すみません、一緒にやってもらってしまって。え？あ、はい、もっと力強くですね。こうですか？え、もっと早く？承知いたしました。えい、それ、やあ。どうでしょう。え、初めてにしてはうまかった。ありがとうございます。それにしてもお風呂掃除って結構大変なんですね。こんなことやあんなことまで。手取り足取り。乗れ朝倉。あ、みんなの憎悪が今殺意に変わった。俺が何をしたというのだ。何もしてないのに幸運が転がり込むのが腹が立つ。どうしていつもお前ばかりに。くそ、お前さえいなければ、いなければ。このどうしたんだ。行こう、行こう、行こう。目に見えない。回想終わりにゃー。怖いよ、痛いよ、みんながいじめるよ。お、トラウマになってる。無理もありませんわ。アイシアさんのご主人様発言と同居発言で
皆さん、あの時は本当に先立ってましたからあれ、でもそういえばアイシアはいつから朝倉の呼び方が変わったんだ。そうですね、あの時はご主人様だったのが、今では純一、純一と朝倉様のことを呼び捨てで、どうせすぐにメキが剥げたのよ。朝倉はご主人様なんていいもんじゃないってね。あ、水越さん、まさかまだ杉並と戦ってたのか。さよう。ちなみに今回も水越の繰り出したパンチ635発は一発もヒットせず、俺様の絶対防御秘技柳桜で完勝ださて、時に朝倉、ここは水越の言う通りだ。お前、アイシアに興味のないふりをして、本当はお前の方こそ彼女に愛想をつかされたんじゃないのか。まあ、ある意味ではな。やっぱりね。だからってあんまり落ち込むな。なーに、腐れ縁のよしみで相談ぐらいには乗るからさ。は、別に落ち込んじゃいないって。歯医者もなんかあったら私に言ってね。またいつ遊びに来てくれてもいいんだし。はい。あ、それじゃあ早速なんですけど、今日またお邪魔しちゃっていいですか。私、マコンチの露天風呂すっごく気に入っちゃったんです。だからぜひ。あ、お風呂？なんだ、そんなことならお安いご用よ。今日だろうと明日だろうといつでもどうぞ。本当ですか。わーい、やったー。ですって、十一。よかったな。じゃあ悪いけど、アイシャのことを頼んだぞ。は？頼んだって、朝倉は。うん、俺は今日小鳥と約束があるから。白川さん。おほう、朝倉はアイシアの保護者を気取っておきながら、いざとなったらアイシアを水越に押し付けて、自分は白川小鳥とのデートを満喫するつもりらしい。デート？ちょっと、それはどういうことよ。アイシアが来るなら責任持ってあんたも同伴しなさい。だって俺は前から小鳥と約束が。シャーラップ。だったら白川さんも連れて一緒に来る。どう？これなら問題ないでしょ。わーい、それいいですね。なんだってお風呂は大勢で入った方が楽しいですから。玉木や工藤も行きませんか。ああ、そうですね。もしお邪魔でなかったら。あ、俺は遠慮しとく。そうな、アイシア、玉木まで。よし、それなら歩いて行ける水越家温泉ツアー、本日結婚よ。うわ、またあの波に乗れるか。待っていろよ、ビッグウェイ。やってやるぜ、グレイトウェイ。 We'll be back。 あんたも来んの？無論だ。かくして純一の予定は一切無視して、まこちゃんち温泉ツアーが開催されるのであったにゃ。そしてその晩。さあどうぞ。こちらが水越家こだわりの露天風呂になります。わーい、広いです。はあ、純和風の岩風呂か。素敵なお風呂ね、水越さん。白川さんにそう言ってもらえると、無理にでも誘った甲斐があったってもんだわ。今日は存分に我が家のお風呂を堪能してってね。美晴も感動しました。緊急招集とのご連絡ありがとうございます、水越先輩やっぱ楽しいことはみんなで共有しないとね。しかし、この宮さんは和風の景色に馴染んでるわね。はあ、さすがだわ。あら、そうですか。お恥ずかしい。ん？看板に何か書いてありますね。要はアルカリの熱い泉で万病に。ん？弱アルカリ性の温泉で万病に効果ありって書いてあるのよ。へえ、そう読むんですね。アイシアちゃんは日本に来てまだ日が浅いから漢字は難しいわよね。そうなんです、読むのも書くのもまだ苦手で。無理せずゆっくり覚えていけばいいわよ。わからないところがあったらいつでも聞いてね。はい。ささ、ここにいても風邪ひいちゃうから早く入ろう。あ、床が滑りやすくなってるから足元を気をつけてね。大丈夫大丈夫、
たってミハルはバナナの皮にすら滑ったことがないんですから。あっちゃ、だから言ったのに。とははは、面目ない。あ、ねえねえ、上を見てください。小鳥上、きれい。ここのお風呂は星が見えるんですよ。満天の星というやつですね。そっか、アイシアちゃんは前にも来たことあるんだ。はい。あの時は奇妙なトラブル続出だったけどね。突然ライオンの顔した給湯口が現れて、津波のようなお湯が吹き出して。そういえば小鳥と一緒にお風呂入るのも二度目ですよね。そうなの？はい。ですよね、小鳥。うん。ほほう。それはどちらで？あ、わかりました。流れるお風呂が自慢のデラックス健康ランドですね。うんうん。純一の家ですよ。あ、アイシアちゃん。朝倉様のお家で？ですか？へえ。白川さん、朝倉ん家のお風呂使ったりしてるんだ。使ってるというか、その時はたまたま。たまたま。私が初音島に来た日です。雨に打たれて凍えていた私を、小鳥が湯船の中で抱きしめ、温めてくれたんです。え？なんだ、そういうことなんですか。あは、ちょっと変な妄想しそうになっちゃった。変な妄想？なんですかそれ。いいから。もう教えてくださいよ。言えない言えない。水越先輩、意地悪さんです。おはー、なんつうスケールの風呂なんだ。温泉にはかなりうるさいと有名な俺だが、水越家の地下に眠るこの源泉は、初音島はじめ、むしろ初音島一と言っても過言ではないだろうな。お、男湯の方も入ってきたみたいよ。本日の湯は40度に設定か。副交感神経に働きかけ、心身をリラックスおよびラリックスさせるには最適な温度。ちなみに俺の家と一緒の温度だ。あ、いや、感心感心。なんかブツブツ聞こえますけど。ああ、いつものあれよ、杉並のうんちく。慣れればどうってことないわ。慣れるって言えば、アイシアちゃん、こっちの生活にはもう慣れた？ええ、はじめはわからないことばっかりでしたけど、クラスの皆さんがいろいろ教えてくれて、今ではすっかり打ち解けた感じですよね。はい。朝倉んちでの生活は？あいつ、女の子のことになると、てんで気が利かないから、なんか困ってることとかあるんじゃない？いえ、別に。純一も本当によくしてくれてます。あ、でも、私の下着を買いに行った時は、ちょっと大変だったかな。純一ってば、周りの目を気にして、ずっとそわそわうろうろしてて。ああ、なんかわかります。朝倉先輩ってそういう時、普通にしてようとして、余計挙動不審になるんですよね。朝倉様らしいですわ。っていうか、ほとんど変質者だわ、それじゃ。おい、勝手なこと言うな。男が女性の下着売り場に行くのは、もうそれだけでかなり恥ずかしいことなんだぞ。あー、やばい。聞こえてた。でも本当、あの時小鳥が一緒にいてくれなかったら、どうなっていたやら。え？白川さんも一緒だったの？ええ、女性の下着のことはわからないから見てあげてくれって言われて。本当は今日も朝倉と約束があったんだよね。うん、でもそれは。白川先輩は朝倉純一サポート部隊の中でも一番大変な夜の部担当ですからね。夕食のお世話やお掃除、洗濯、朝倉先輩と一緒の時間が多くなるのは当然です。アイシアさんの下着選びも立派なサポート部隊の仕事。アイシアさんがいることをいいことに、朝当番をサボりっぱなしのミハルからしてみれば、
本当頭の下がる思いですあらまあ、でしたら私が天笠さんの代わりに朝当番をお引き受けしましょうか。え、でも確かこの宮先輩には朝の神社のお勤めがあるんでしたよね。あ、そうでした。それでやむなくサポート部隊を辞退したのでしたわ。一番大変か。でもその分白川さんは朝倉と長く一緒にいられるんだよね。それに引き換え私は同じサポート部隊なのに毎日毎日朝倉にお弁当を作っては渡すだけで。まったく羨ましいです白川先輩。え、美晴もそう思うの？はい、だってほらこんなにお肌がきめ細やかでツルツルスベスベしてるんですよ。なんだそっちか。本当、その上ピンと張りがある感じで惚れ惚れするほど綺麗なお肌ですねそんな好み屋さんまで。おまけに胸が、胸の形がすっごく綺麗なお椀型。美しい乳と書いて美乳です。美乳。今後の発育の参考のためもっとじっくり見せてください。じーせっかくですから私もじー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 。あのまだですか。ダメ。見てたらあまりに感触が良さそうだったものでつい。しかしこれではっきりしました。白川先輩のお胸は程よい大きさといい弾力といいパーフェクト。まさに理想のお乳です。悲観、胸で私に勝ち目があるはずもなし。このままでは白川さんとの差がどんどん開いていくばかりだわ。しかしだからといってどうしたら。美晴もいつかは白川先輩のようなプルップルの素敵なお乳になりたいです。プルップル、ゼリーみたいでなんだか美味しそうですね。美味しそうって、あのもうやめませんか。隣に聞こえちゃいますよ。ああ聞こえているトモさん、スレットマルチコエノ続けだ。先ほどからの貴重な乙女の恥じらい的秘密の花園な会話、一語一句すべて漏らさず、あ、堪能させてつかまつっておらっしゃる。こら杉並、あんまりあからさまに言うなってならば朝倉、お前のように何食わぬ顔で湯船に浸かりながら聞き耳だけを立ててる方が良いというのか、このむっつり片つむり目。なんでそこで俺に振る。あ、朝倉くん。朝倉先輩、やらしいって感じです。ん、よろしい。それはだな。しかしこれはある意味不可抗力というやつで。さあマドモアゼルたちよ、ここは開放感あふれるユートピアだ。遠慮せずに続けてくれたまえ。あ、ちなみに水越、あ、俺はバストサイズだけで女性の価値を判断するほど了見の狭い人間ではない。バストとはあくまでオプションであり、まあないよりはあった方が嬉しいかなという程度の代物だ。だからお前もバストが小さいとか小さいとか小さいとか、かすかな乳と書いて美乳と呼ぶとか、そんな些細なことは気にせずに安心して会話に参加するがよい。このただでさえブルーな時に言わせておけば。トラ、ただより怖いものはない。さっき杉並、上だ上、オケがこっちに飛んでくる。おう、オケだけにオッケー、レシーブ。トス、いいぞ朝倉、絶妙な高さだ。開け禁断の扉、すべてを破壊する脅威となれ。一冊ウルトラスピンアダーガン。何すんのよ、危ないじゃない。朝倉様まで一緒になって。
前の攻撃は真夏の子供用プールの水よりはるかにぬるい。そんなことでは東洋の魔女の名は告げんぞ。誰が東洋の魔女よ。魔女、そうか、もしやと思っていましたが、やっぱりマコも魔法使いだったんですね。えい、これならどうだ、石鹸マシンガン。おお、なかなかバブルでバルブ。ならばこっちは湯に浮かべると全身がポッカポッカしてより一層温まる黄色い果実ゆず爆弾だ。心して食らえ。うわあ、俺はもう投げている。うわあ、目にも止まらぬ速さとはまさにこのこと。水越先輩、ブラボーです。ワクワク、魔法魔法。もしやこれがマコの魔法、それとももっとすごいことが起こるんでしょうか。しまった、もう投げるものがない。でしたらこれをどうぞ。ありがとう、アイシャ。ほりゃー。続いて飛んできたのは、大きさはバレーボールにほど近く、緑に黒の縦じま。スイカかよ、西売り先生。しまらない、しまらない、しまらない、しまらない。うん、デリシャスって志村って誰だよ。おい、マコ、いい加減にしろって。いい加減にしろ、何さ、朝倉なんて私の気持ちは何一つ分かってくれないくせに。マコ、お次はこれです。もう知らない、朝倉のバーガー。あ、すまん、マコ。って、どうしてそうなる。うわ、危ない、避けろ朝倉。あれは、謎の円盤 UFO、 いや、魔法の蓋。うわ。おお、これは説明しよう。水越の投じた一撃が朝倉に命中し、見事な鼻血の噴水を演出した。湯がみるみるうちに血の池、地獄温泉のごとく真っ赤に染まっていく。死ぬ。がっかりしろ、傷は深いぞ。え、ちょっと大丈夫なの朝倉くん。ふん、鼻血ぐらいで何よ。そんなもん水でもかぶりゃ治るわ。水、今度は水ですか。水、水。それに引き換え、一度ざっくり傷ついた乙女の心はそう簡単に癒すことなんてできないんだから。胸のサイズがなんだっつの。私だって毎日頑張ってお弁当作ってあげてるのに、朝倉は小鳥小鳥って白川さんばっかり。白川さんばっかりずるいよ。え、決めた、私も朝倉んちのお風呂に入る。いい、今度は私が朝倉んちに泊まりに行くからね。だからなんでそうなる。もう決めたの、絶対なんだから。水越さん、突然どうしちゃったんでしょう。さあ、とかやってるうちに、なんだかちょっと、美晴は頭がクラクラしてきてまーす。え、天笠さん？うーん、目の前がぐるぐる回って、シュワシュワー、ウィー。大変！天笠さんが湯あたりしてしまったようですわ。誰か、お水をお願いします。はぁ、そっちも水ですか？これは大量に必要ですね。ってことは、へい、これでどうです。また出た、今度はライオンどころか巨大な竜の急騰口だ。あ、なんだこの地鳴りのような音は。これはあの日と同じビッグウェーブの予感。ついにまたキャッツ、あの波に乗れる時が来たか。な、波だと。さてはアイシア。やばい、ものすごく膨張してるわ。お湯が噴き出す。いえいえ、お湯じゃなくて水です。さあ、思う存分どうぞ。うわー、あれー。
というキャラ集めた一行だ。魔法はあれほどダメだと。と、こうしてまこちゃんち温泉ツアーは大混乱のうちに幕を閉じたのだったにゃ。そしてたちまち運命の日はやってきたのにゃ。ったく、せっかくの日曜日になんで俺がこんな余計な真似を。床の掃除はこれでよしっと。あ、いっきね、パンツが脱ぎ捨てたままだった。あとは、あ、そうだ、この本はどっかに隠さなくっちゃ。おや、珍しいですね、純一が進んでお部屋の大掃除なんて。仕方ないだろ、マコのことだから。きっと好奇心むき出しで家中を隅々まで詮索して回るに違いない。だから先に見られちゃまずいようなものを目につかない場所へ片付けてるんだ。その女の人の裸が載っている本とかですか。ああ、こら、これはお前も見んでいい。いいか、ここにあの本があることはマコが来ても絶対に言うなよ。はあ、純一がそう言うのでしたら。ああ、はいはい、今行く。へえ、ここって物置になってんだ。何回も遊びに来たことあるけどこうして改めてゆっくり見てみるとなんか不思議な感覚よね。マコ、わーい、いらっしゃい。あ、今行くって言ったのに何勝手に上がってんだよ。何よ、別に初めて来たわけじゃないし、これぐらいいいじゃない。私の荷物はどこに置いておけばいい。ソファーの脇にでも置いとけよ。なんだ、やけに大荷物だな。女の子はね、お泊まりとなるといろいろ入り用なのよ。明日の授業の用意だってしてきてるのよ。そうよし、今度は向こうだ。あ、どこ行くんですか、マコ。こら、ちょっとは落ち着けて。ここが浴室。私は洗面台を借りたことがあるだけで、お風呂の方は見たことすらなかったな。でも白川さんはここで。ん？ん？どうしたんですか？なんか難しい顔して。え？うん、別に。後で私と入ろうね、アイシャ。あ、はい。よし、だんだん調子が出てきたぞ。次は朝倉の部屋に突撃。了解しました、隊長。それわーいこれが朝倉が毎日寝ているベッドか。汗臭そうだ、確か男の子って大抵このベッドの下に。ちょっちょーん、スケベな本発見。何やってんだマコ。アイシア、お前。知りませんよ、私は何も教えてません。うわ、これは朝倉ってこういうタイプの子が好きなんだ。なあ、見るな、返せってこと。残念、こんないけない本は没収します。アイシア、へっ。よし、アイシア、こっちだ、マコに渡すな。どうしよう。これが私の知らない朝倉、一緒にいることでしか見られない顔。うちの露天風呂とは比べようもないけれど、
これはこれでいいものね。そっか、アイシャは初音島に来た日からこのお風呂にね。はい、あの時はほとんど意識がなくてよくは覚えてないんですけど。ですけど？なんか今日は小鳥と入った時より少し広い気が。ふーん、それがどういうことかな、アイシャちゃん。へ、どういうことって別に深い意味は。遅い、白川さんより胸が小さいって言いたいの。こら、こっち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 。こんなことをして白川さんと同じになれるとは思わないけど、彼女の知ってることは私も知りたい、やったことは私もやりたい。ほんの少しでも距離を縮めたい。せめて。やれやれ、まったくにぎやかだな。ま、アイシアも喜んでるようだからいいって言えばいいんだけど、なんかちょっと変だよな、マコのやつ。俺ん家に泊まりたいだなんて今まではこんなことなかったのに。よくわかんないけど疲れる。ん？あれ、小鳥。ジワス。なんだ、中庭から回ってくるなんて珍しいじゃないか。どうかしたのか。うん、ちょっとね。朝倉くん、水越さんは？飯の前に一風呂だと。今アイシアと一緒に入ってるよ。そうなんだ。もし水越さんが来てなかったら夕飯困ってるだろうと思って様子を見に来たんだけど。うん、だったらいいわ。今日は水越さんにお任せして私は早々に退散します。え、なんで？せっかく来たんだ、小鳥も一緒に食っていけばいいじゃないか。ううん、そんなわけにはいかないわよ。どうして？どうしてって、それは。あー、いいお湯だった。さあ、それじゃあお待ちかねのご飯にしよう。もうお腹ペコペコです。あれ、小鳥。え、あ、白川さん。こんばんは。ちょうどよかった、今小鳥にも飯食ってけって言ってたところなんだ。どうせマコの料理は鍋なんだし、一人ぐらい増えても変わらないだろう。どうせ。あ、朝倉くん、そんな悪いよ、私本当にいいから。え、でも。どうぞ、よかったら一緒に。え、お鍋はみんなで囲った方が美味しいから。せっかくだから白川さんにも私のお鍋がそんじょそこらのお鍋とは違うところを知ってもらっちゃおっかな。はあ。さあどうぞ。これがお姉ちゃん直伝の絶品水越し鍋よ。いただきまーす。おいしい。でしょ？水越し鍋っていうのはね、その時々の旬の素材を手当たり次第にお鍋にぶち込み、だし汁で煮るという。早い話が寄せ鍋か。そういうこと言うな。罰として朝倉は山盛りの椎茸の刑だ。椎茸は嫌いなんだよ。あー、好き嫌いはいけないんですよ、純一。そうそう。さあ、白川さんも遠慮しないでバンバン食べてね。え、あ、うん。おすきありのひぎ、しいたけ返し、代わりにこいつをいただき。あー、私のお肉、これ汚いぞ、朝倉。うん、こうなったら食っちまったもん勝ちだ。くそー、ならば必殺、七味地獄だ。これでも食らえ。あーっと、俺の取り皿が七味そばだ。ごめん、もう許してくれ、マコ。マコさん、マコ様。あー、マコがいるだけでこんなに賑やかになるなんて楽しいですね、小鳥。そうね。それにこうしている二人を見てるとなんだかまるで。まるで？そう、
仲のいい兄弟みたいです。兄弟まあいっか。でももちろん私が優秀な姉で、朝倉が出来の悪い弟よ。へいへい、なんとでも。ところでそろそろなんか飲みたいかも。あ、それじゃあ私が。ああいいの、白川さんは座ってて大丈夫、今日は私が全部やるから。え、でもカップはどこかな。朝倉、使ってないカップってどれ。ああ、2番目の棚にお客さん用ってのがあるだろう。ああ、これね、1つ2つと、それと流しの横に置いてあるのが俺とアイシアのカップ。朝倉とアイシア。その隣にあるのが小鳥の。白川さんの。え、白川さんの。ああ、そうだけど、それがどうかしたのか。ん、うん、別に何でも。あ、いた。マコ大丈夫ですか。うん、でも少し指を切ったみたい。ごめん、ちょっと洗ってくる。水越さん、そっか、そうだよね。白川さんぐらい毎日来てれば自分のカップぐらいあって当然だよね。お客さん用か。結局私はどんなに頑張ってもそこまでなのかな。あれ、タオルは。はい、どうぞこれ使ってください。白川さん、朝倉くんち、タオルはこっちのカゴに置いてあるの。洗面台から遠いから私は変えた方がいいって言ってるんだけど。さすがによく知ってるのね。それはまあ、何回か来ているうちには自然とね。じゃあ洗い物出しとく場所も知ってるのね。これどうもありがとう。もう何やってんだろ私。今度は歯ブラシ落としちゃった。1本2本、あれ3本3本。ちょっと待ってよ、1本は朝倉でもう1本はアイシア。じゃあ残りの1本は、まさか白川さん朝倉んちにマイカップどころか歯ブラシまで。それは私のじゃないわ。え、それならこれは。ネムさんの。ああ、そっかそうよね、ネムの。朝倉くんね、ネムさんのものはできるだけいなくなったままの状態にしておいてあげたいんだって。ネムさんの部屋だけは私も入れてもらえないんだ。そうなんだ。それじゃあ朝倉くん、私はこれで。ああ、なんかせっかく来てくれたのに悪かったな。私の方こそ。別に朝倉くんと水越さんの邪魔をするつもりはなかったんだけど。おい、俺とマコは別に。わかってます、ただちょっと今日の水越さんには危険な香りがするかななんてね。は、どんな。冗談です。じゃあまた明日。さよなら小鳥。気をつけて帰るよ。はあ、危険な香りか。なんか妙な雰囲気だな。
何かあったんでしょうか、あの二人。さあな。まあ、あれこれ憶測しても始まらん。とにかく、今日はもう寝るとしよう。おい、マコ！お前、本当にソファーでいいのか？別に俺がこっちで寝てもいいんだぞ。それじゃ悪いし。それとも、朝倉のベッドに二人で寝る？バカ、何言ってんだ。だったら私と一緒に寝ましょうよ。ねえ、マコ。でも本当にここでいいから。そうか、お前がそう言うなら。じゃ、電気消すぞ。おやすみなさい。おやすみマコ。寂しくなったらいつでも私のベッドに来ていいですからね。ありがとう。だ。もう二人とも寝たかな。こんなことしてごめんね、ネム。でも私どうしても確かめたいの。ごめんね。ここがネムの部屋。白川さんですら今では入れてもらえない。はあ、懐かしいな。何もかもが昔のままだ。ネムが病気で倒れて寝込んだベッド、一緒に宿題をした机、大きな猫のクッション、それから、朝倉とネムの写真、風見学園のネムの制服、そっか、やっぱりあいつまだネムのこと。気になっちゃって。白川さんは知っていたんだ。それでも毎日朝倉のために。バカだな私、そんな白川さんの気持ちも知らずに。本当バカ。でもあんたがいないせいなんだからね、ネム。だから笑っちゃ嫌だよ、ネム。ネム、まさか、待って、こんな時間、やばい、遅刻だ遅刻。あ、そうだ。おい、マコ、もう起きてるか。あれ、マコ。で、純一が起きた時にはもういなかったんですか。一体いつの間に帰ったのやら。あいつ今日の分の準備もしてきてたはずなんだけどな。いっ、おはよう、さくら。マコ、お前どこから。あのな、
帰るなら帰るって一言言ってきゃいいだろ。突然消えてたらさすがに心配するじゃないか。ごめんごめん、なんか夜が更けたら急に乙女の低層の危機を感じてさ、なんちゃって。まあ過ぎたことは一個なしなし。それより急がないと遅刻よ遅刻。もたもたしてると置いてっちゃうから。はあ、ったく勝手だな。でもなんか今日はまた一段と元気そうですね。おい待てよマコ、待てったら。へへんだ、追いつけるものなら追いついてみなさいっての。あ、水越さん、白川さん、ゆうべはどうも。こちらこそ。それで、あの、私考えたんですけど、もしよかったら朝倉くんのサポート部隊。え？これからは夜の当番を水越さんにやってもらえたらな、なんて。ああ。いいのいいの。てか、なんで私が朝倉なんかのために貴重なアフターファイブを無駄にしなきゃならないわけ？みたいな。え？でも、それにほら、私はうちの病院が忙しい時、いろいろ雑用手伝ったりもしなきゃならないからさ。ね。水越さん。それから、ごめん。え？つまりその、お互い、眠さえいれば、気持ちの整理もつくのにね、ってこと。ほんと、そうですね。お互い、今は辛いっす。あれ、なんだあの二人。今日はやけに楽しそうに笑ってるぞ。おい、マコ！小鳥！うわ、追いつかれた！おはよう、朝倉くん、アイシアちゃん。うん、あれに見えるは朝倉たち。ハロー、グッバイ、エブリブリ。おはよう、みんな。おはようございます。朝倉様。よし、みんな揃ったところで今日も張り切って行ってみよう。あー、今よ。あー、待って、ミハルを忘れちゃ嫌ですってば。